2頭のジャイアントパンダが無事到着しました。無事2頭がついてくれて、ほっとしております。B の方が少しね神経質になって泣いてましたけども、先入の方はすごくしっかりしてます。オスのビーリーとメスのシエンニュは共に5歳のジャイアントパンダで、中国の四川省からおよそ30時間かけて移動し、昨日深夜上野動物園に到着しました。動物園には地元の人らも駆けつけ、到着した際には大きな歓声が沸き起こりました。姿見れなかったですけど、もうあそこに乗ってるって考えるだけでもうワクワクしたんで、絶対2人で見に来ます。2頭は現在パンダ舎の別々の小屋で休んでいるということです。3月から4月には繁殖期を迎えることから、動物園では6月にも赤ちゃんが生まれる可能性があると期待を寄せています。2頭は新しい環境に慣れるのを待って3月下旬に一般公開され、その際4万件の公募から選ばれた新しい呼び名が